Hi everyone, Sean Harada です。 Today's voice work and phonics は long vowels です。 There are five long vowels. So 今までやった基本の5つの母音の長いバージョンが long vowels になります。それらは A、E、I、O、U になります。ルールは2つ。Rule number one. しっかりと1つ目の音を大げさに長く読むということですね。A ではなく A、A とやまないように読んでください。そして Rule number two. ちゃんと2つ目の音、2つ目の口の形になって終わるということですね。よく聞くのが、これもまたえー、えー、ここだけ伸ばしてもしょうがないです。えー、いや、おー。OK、次の形にしっかり動かすとこまでが、この long vowel のポイントになります。えー、い、あい、おー、ゆー。Okay, one more time. A, E, I, O, U. Okay. しっかりと山なりに読んでくれないと、例えば、boat, boat. Yes, O ってやってくれないと、boat, boat.って言っていると、これ何に聞こえると思いますか？そうです、 bought bought、 buy の過去形の bought、 同じような例で言ってみると、 caught caught、 no coat coat ですよね、コートは。じゃないと cut cut、 捕まったに聞こえてしまいますからね。Be careful. So, coat, coat. Long vowel をしっかりやってくださいね。A, E, I, O, U. One more time. A, E, I,O, U. Okay. Practice every day.